待ってます。なんで笑われてるんだろう。5秒前4、3、2、どうぞ。どうも、かいさくです。どうもです。やすたけです。どうばしです。お願いします。お願いします。今回はですね、小部屋なんですけども、ちょっと以前ね、ちょっと嫁サックと一緒にですね、小部屋撮らせていただいた時に、はい、ちょっと嫁サックカメラマンやってみたらどうかなみたいな話をしてたんですけども、はい、まさかの5、4、3、2、1、はい、どうぞ。いいじゃないですか、新鮮で普通絶対ない、はい、ね、はい、これなんか言おうとしました。いや、勢い出てよかった。すごい新鮮なんですけども、すいません、まあ、とんでもない、うん、前回ちょっと嫁作と半年振り返ってって言って小部屋でちょっとね、はい、まあなんて言うんだろう、まあ、ゆるいトークをさせていただいたんですけども、はい、今回はちょっとチーム改作のメンバーで、はい、同じように半年を振り返るといいますか、はい、本当にほぼまあ初期から、ね、実はほぼ初期からなんですよ。そうですね。ああ、そうだね。そうそうそう、うん、入り方うまいね。入り方うまくない。確かに自然でしたね。こんな感じなんだなって。嬉しそう。よく動画見てくれてるから分かってるのかな。いや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 、なんですけども、頑張ります。そうで、このチーム開催サックでちょっと半年、うん、経ったところでちょっとゆるいトークでも振り返って、うん、していきたいなと、まあ、先ほど言ったように、うん、まあ後で多分嫁さんが振ってくれるんやけども、うん、まあ実はド頭から違うかったりするからね。そうですね。ということで、まあ、あんまり僕が喋るとね、嫁さんがいる意味がないんで、ここからは、声の人、カメラマンの嫁さんがちょっと仕切ってもらおうかな。各々に話振っていってください。頑張ります。はい、お願いします。半年を振り返ってみて、はい、まずはじゃあトンボさんどうですか。あ、僕ですか。はい、ですね、いやでも本当に、うん、いやもうあっという間な感じはあっという間なんですよ、うん、やっぱり、うんうん、いやもう半年っていう感じはあるんですけれど、うんうん、やっぱこうサムネをね、うん、わーっとこう 見ていくと、はい、いやこんなに撮ったっていうのは、はい、もうね、かれこれ200オーバーやから。そうなんですよ。そうだからこう下にこうやっていくともううわーって、うん、あーすごい撮りましたね。からこんなにやったんだっていうのももちろんあるし、うん、まあね、はい、でもやっぱり嫁作的にもね、僕結構嫁作とは家でお話しするんですよ、うん、どういうことに対してだったりとかいろいろね話するんやけど、やっぱり、うん、トンボさんのことやっぱりちょっとなんて言うんだろう、はいはい、気遣ってるというか、うんうん、気になってることあるでしょ、そのどっちの料理でしょうの話だったりとかはい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 、ねえ嫁作、うん、トンボ事件の話です。トンボ事件トンボ事件って呼んでる。初めてじゃないですもんね、今の言い方は。 そんな俺名前がついてるって知らなかったです。カジサク家ではトンボ事件だ。はいはいはい、まあちょっとね軽くコメント欄が荒れて。そうですね、第2回かな、はい、第2回、うん、第1回目はねもう本当にコメントも、うん、もういい感じ、もう面白いとか、どっちの料理でしょ、すごい再生回数もいきましたね、うん、これね改めて言いますけど、はい、あの企画どっちの料理でしょう、はい、1回2回と2回やってるんですけど、うん、あの企画トンボさんがほんまに考えた企画。そうすごい。そして、うん、なんと第1回目のどっちの料理でしょうは、うん、もうかれこれ120万再生超えてます。すごい100万オーバーや。大金星なんですよ。ほいで、はい、味しめてある時に僕言われたんですよ、うん、ちょっと改作何2回目行っちゃいましょうって言われて、はい、あ、いや確かに評判良かったしやろうか、でも僕的にはもう自分が考えることじゃないから、はいはい、もうトンボさんにお任せしますって企画を投げたところ、はい、まあ僕は面白かったと思うんですよ、やられていろいろあったけど、楽しかったですね、面白かったよね、うん、でも最終問題でちょっとこう、うん、アドリブを聞かして、うん、こういうやつね、そうなんかデン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 みたいな、俺しゃくれてたそっからトンボのアドリブでで、コメント欄が覆われて、そうですね、トンボ消えろ、トンボやめろトンボ、そう、出しゃばるんじゃねえ、辛辣なんよ。まあでもちゃんとね、謝っといたら一応嫌な気持ちにね、うん、なられた方も多分、ね、いただろうから、確かにね、これを、うん、いいですか、うん、ちょっと時間もらって、はい、第2回どっちの料理でしょうで、僕がいらんアドリブを聞かせてしまって大変申し訳ございませんでした。
おい一人ぼっちにするんじゃねえ。いや違うねん、今のさ、いや帽子取るんやったら、そうですね、いや僕それは思ってますよ。そうか、僕帽子取って謝って眼鏡取って、誰やねんかなと思ったら、そうっすね、中途半端に帽子だけ取ってで、わけわからん、おいこれ今のはトンボさんですよ。今のちなみに嫁さんどう思いました？今トンボさんですね。俺こういうところなんですよ、うん、でもそういうところも私は面白くて好きですけど。ありがとうございます。嫁さく実はね、まあ嫁さくってみんなチーム開作のことを好きでいてくれてんねんけど、うんうんはい、中でもトンボさんにねハマってるんですよ。ありがとうございます。やっぱりあるんですよ、こうバイオリズムというか、嫁さくにも、はい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 、ブームがね、ブームがあるんで、確実にトンボブーム何やっても笑う。あ、本当ですか。もう大好きです、もう本当いて何やっても笑うって言うから、今のは行くやろ、笑ってたじゃないですか。今のはだいぶ助け舟ですね。今のはそうやな、でもほら一番お付き合い長いですから。私、そうだそうだ、トンボが、トンボさん、トンボさんと一番お付き合い長いですから、知り、ね、はい、合ってからは長いですね。そうですね、うん、まあとにかく半年を振り返ったらトンボはそんな感じと。そうですね、はい、じゃあ次ドバシさんで。おっ、ドバシさん。僕はやっぱりカジサックハウスですね、一番印象的だった、うん、そうかそうか、はい、そうね、あのワッシュさんっていうプレイグースさんのメンバーであるワッシュさんのモノマネをしてもらって、うんはい、僕そもそも本当にプレイグースさんね、もともとグースハウスさんが好きで、そしてプレイグースさんになられたんだけど、うん、まあ、グースハウスさんのこともともとグースさんハウスさん、そうしようですね、なんか漫才師みたいになってましたけど、あの劇場もあの劇場でご活躍中グースハウスさん、あのグースハウスさん大好きでやってたんですけども、はい、まずあの企画を、まあ、オマージュといいますか、はいはいはい、リスペクトでやらせていただいたんですけども、うん、もう曲決めるとかメンバー決めるとかじゃなくて、うん、一番最初に決めたのがドバシ君をワッシュさんで何か面白いことやりたいっていうのから始まったからね、うん、確かに確かに、あの会議はもう今でも覚えてます。一番最初どの回、どの回、グズさん の, あの動画を 見るって、うん、みんな見るっていう時になった時に、うんうん、会議でね、はい、会議でね、会議の時 で,、はいはい、で僕は全然その時はただ普通にスタッフとしていたんですけど、うん、あれってなってワッシュさんめっちゃ似てるやんって言った時に大抜擢をされて、ちなみにその会議を行ってる時に、うん、うわちょっと待ってって、確か俺が言ったんだな、そうですね、ドバシ君ちょっと待って、うん、めっちゃ似てないってなって、うん、ちょっとごめんドバシ君と、僕ちょっとお金出すから、うん、今から H&M 行ってきてって言い出して、あ、そうなんだ、そうそうそう、そこでお金渡してちょっと H&M 行ってもらって、うん、ワッシュさんにが着てそうな服とハットを買ってきてもらうのね、ほ、うんで、うんはい、買ってきて会議室でじゃあかぶってみてって言ったら、もうみんな震えるぐらい似てるから爆笑、爆笑して、でそっからやってもらうことになって、はい、で気がつけばそんなドバシ君がゼップに立つという、そうです、そうですよ、うん、そうだ、見たかった生で、うん、すごかった、あの一番笑いとしたから、ね、すごい、いやこんなこと本当ないですから、生きてるうちあるかどうかもわからない経験をさせていただいて本当にありがたいですね、本当に帰り道とか僕ドバシ君とね、うん、あの駅まで一緒に歩くこととかあるんですけれども、はい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 、やっぱもうこの経験がもうゼップ立ったみたいなのが、うん、もう本当本当にもうやっぱりもう相当やっぱ心に刺さったみたいで、うんうん、もういつももうその話でもう本当にありがたいありがたいこんなことあったって本当にやっぱないですから絶対に、聞いたら、うん、聞いたらそのゼップってね、まあ、2500人とかそれぐらいパンパンやったんですけど、うん、その帰りドバシ君あの電車で帰ったらしいんだけど、うん、電車でザワザワしたらしいよ要はゼップ終わりのその何千人ってお客さんが一斉に電車乗るわけやから、そうか、まあ、満員電車になるやんか、うん、でドバシ君もたまたまやっぱり電車でたまたまっていうか電車で帰んねんけど、うん、たまたまそのお客さんと一緒やったらしくて、ね、格好別にあの衣装と分けてないですから、あの格好のまんま普通に帰ったので、うん、そうだからワッシュさんの格好のまま車両入ってで、あの持たれるとこでこうやっていやいやもうそれやるからそれ偉いでもなんか声かけられたらしいね。あ、そうですそうです。声かけられたの？何声かけられたの？ドバシさんですかっていう風に駅で。ね、はい。握手してくださいって。握手してください。でどうしたの？すごい。握手して。握手して。はい。で
ありがとうございましたっつって。なので、もうなんもないですよ僕。あ、なんか前あったこれ。僕なんも出ないですけど、でもそういう経験をさせていただいてて、はい、はい、ことで。確かにね。はい、でも本当に、まあ、ある意味ドアシ君のおかげで、カジサックハウスは成り立ってるのかな。ありがたいです本当に。ありがたい。それこそ嫁サックが。最初に僕がプレビューって言って、うん、まだ動画を皆さんに配信する前に、はい、プレビューっていうのをまず僕が確認させてもらうんですけど、うん、その絵を嫁作と一緒に見るんですよ、うん、その時にもう最初の方爆笑してたから嫁作ももともとグースハウスが好きで私もすごい大好きで、そう、そうでそれで知ってたからもうドバシさん面白いって、その時のバイオリズムはもうドバシさんありがとうございます。何やってもウケるってだから取り返してみたら今なんかやってみて、そうですね、うん、パーンほとんど田村健二さんシャーシャーのパーンねえどばしこすいません、本当にどうもございませんありがとうございます、本当にご協力いただいてありがたい限りです、はい、はい、そしてじゃあどっちがいい、いやもうそれはもう嫁作が、うん、じゃあ安武さん、はい、はい、いやでも本当本当に、うん、僕さっきもちょっとお話出てましたけど、はい、実は最初からいなかったんじゃないですか。そうなんですよ、こんな話してないかな、サブちゃんで一回したかな、どうなるな、うん、何回目か、皆さんはまあ分かりやすかったら10月スタートで9月ぐらいからもう準備を進めてたじゃないですか。そうもう撮ってた撮ってた、うん、撮ってましたよね。もう8月の段階で会議してて、はい、メンバーも集まってもらって、うん、チーム解散、その時まだでも少数やったね、うん、5人6人ぐらいで8月の段階でガー会議してて、うん、でも僕のやりたいことこう言うて、うん、で9月ぐらいからもう実は取り出しだ、うんうん、で僕は10月入るか入らないかぐらいでチームに入れてもらったんですよ、うん、そうですね、うん、あれ1日でしたっけ、うん、ぐらいかな、なってからですわ、はい、YouTuber になって発表されてから、うんうん、であ僕はもう昔その芸人やった頃に、うん、そのお世話になったじゃないですか。そう、もともとこれもまあ細かく話しますと、うん、安武っていうのはもともと吉本の僕の同期でもあるんですけど、うん、ラフコントロールっていうコンビでいるんですね、うんうん、でそっから3人組になったことがあるんですよ。その時の新メンバーが安武やったんですよ、うん、はい、ね、はい、で1年半ぐらいやったんですけども、うん、ちょっとなかなかうまいこといかなくて、はい、もう解散して、うん、ラフコンはもう一回ラフコントロールに戻り、はい、で安武は吉本を辞めたんですよ、うん、はい、はい、時にまあ、カジさんのこと知ってたんですけど、まあ、もともと3年ぐらい付き合わったんですよ、はい、で、あ、YouTuber になられたって言って僕もすごいよくしてくださってたので、はい、仲良く一緒に遊んでくださったりとか、はい、なんか僕の中ではこう言ってないかもしれないですけど、はい、あ、なんか僕も協力できることないかなっていうのちょっとあったんですよ、はい、そのチームに入る前に、はい、はい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 、あ、なんかすごい動きしてるなと、うん、なんかないかなみたいな思った時に、うん、言っていいですか。全然いいですよ。そのある日、うん、そのカジサックというかカジワラさんから電話かかってきて、うん、初めてなんかそのちょっと大事な話があるから、うん、ちょっと来てくれないって言って、うん、初めてあの頭を下げられてというか、うん、これから俺あのちょっとこういうことを本気でやってっから、うん、うちのチーム来てくれないって、うん、そうそうおっしゃってくださって、初めてじゃん、ほんまにこうやって頭下げたんすか、ね、面白いなちゃんとこうやってましたよ面白いな面白いな、そうそうそう、実はでもこれも裏話があるんだよ、はい、これ安いにも言ってないと思うんだけど、はい、まあこれ嫁作が関わってくるんだけど、はい、まあチーム解作、解作をやるってなった時にスタッフさんをやっぱり集めなくてはいけない、はい、時にまず僕はトンボを、はい、助けてくださいって言って、はい、トンボに頭を下げて、はい、やったらもちろんやらせてくださいって言って、はい、トンボが、まあ、土橋くんだったりとか連れてきてくれたんだけど、はい、ぶっちゃけ僕安武に声かけたかったんですよ、うんうんうん、でも安武は吉本を辞めて、はい、その後フリーで、はい、MC 業をしてたんですね、はい、そうですね、 MC 業をしていたから、うん、邪魔はできないと、うん、なるほど、チームカジサックに入れる限りは、うん、なんて言うんだろう、僕は死ぬ気で頑張ってほしい人間を誘いたいし、うん、でも死ぬ気で頑張るタイプの人間やから、うん、それをやっちゃうと MC 業がおろそかになってしまう。なるほど。でこいつの、こいつのって思ったけど、はい、安武の本当に、目指すべき道の邪魔をしかねえなと思って、うん、俺は誘えなかったの。なるほど。でも実はこれ初めて言うんですけど、うん、嫁サックが、もう9月の段階から半ばぐらいの時に、うん、夜かな2人でこうリビング喋ってる時に、うん、
ちょっとあのゆうたと、うん、普段ゆうたって呼んで呼んでます。そうそうそう、ゆうたーって言って、うん、安武さん入れてほしいなって言った。そうなんです、うん、な実はぶっちゃけ、うん、そうそう、あの安武さんいいんじゃないみたいな、うん、でその時にいや分かるよっつって、うん、あの俺だって入れたいよっつって入れたいけども、うん、安武がこうこうこうで、あでその時は嫁さんが知らないから安武がどういう活動してるか、うん、でこうこうなんだよ、さそっかーみたいな、でも私は絶対安武さんいいと思うなーっていうのをずっとですよ、ね、そうなんです。やっぱりあのまあトンボさんは知ってたんですけど、うん、はい、やっぱりそれ以外すごい人見知りじゃないですか。ああ、そうですね、確かに、あのカジサックこれは何のカジサックの中身は確かに確かに、でチームの方々がやっぱり初対面の方も多かったので、うん、そうですね、すごく気を張ってて、確かに、うん、そう気を張ってたので、うん、安武さんがそばにいることによって、うん、すごく楽になるんじゃないかなと思って、うんうん、ね、そう、安武さんも多分すごく癒してくれるし、うん、こう手伝ってくれたらすごくカジサックの気持ちが楽になるんじゃないかなと思って、うん、絶対入ってもらった方がいいなってずっと思ってたんです私。確かにドア玉始まった時ってさっき言ったかもしれんけど、トンボしか知り合いがいなかったから、そうなんですよね、だからもうまあ人見知りというか、まあトンボしか知らないっていう状態でね、ドバシ君も得体知れなかったし、全然喋れへんし、確かに確かに、ずっとほんまにこんなんやしみたいな感じやったから、まあ、そういうのもあったかもしれんけど、まあ結局そんな吸ったもんでありまして、はい、まあ、もうまた嫁作に言ったんかな、ちょっと安武をやっぱり声かけてみようと思うわって言ったら、嫁作が、あ、絶対いいと思うから声かけてみてって、安武さんなら絶対やってくれると思うよって言ってくれて、わかったって言って次の日に僕電話したんですよ。はい、でちょっとあの、うん、いきなり収録中に読んだんです俺、ね、そうですね、カジサックのカジサックの収録中にちょっと安月来てくれへんかと、はい、もういきなり現場を見てほしいんやと、はい、こういう現場でこういう感じでこういうことしてほしいねんっていうのを伝えたら、うん、二千じゃってな、はい、うん、いやいや、なんやったら待ってましたよみたいな、うん、そうですね、そう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 、はい、でやってみて、うん、半年です、うん、はい、どうですか、中間ですし、あ、中間ね、あ、中間、いや、その再生回数だったりとか登録者数とかいろいろあると思うんですけれども、なんかもうずっとその半年間必死でしかなかったんで、で今もまだ必死の途中というか、ずっとそのずっと必死やね、はい、これ、まあ、一生このまま落ち着かないのかなっていうか、なんかもうまだなんかその半年経ちましたけど、あんま変わってないとか、最初の頃から、うん、確かにね、がむしゃらですよね、うん、皆さん本当にだって今でこそちょっとその、はい、なんて言うんだろう、まあローテーションとかさ、はい、あの会議のやり方とかいろいろ固まってきたけど、はい、もう立ち上げん時、はい、もうすごかったですよね、何か話していいか分かんないですけど、もうトンボちょっと今からちょっとトンボんち行くわっつって、わざわざもう来てくれ、毎日もう夜行ってましたね、そう行ってました、でその会議とかもちゃんと決まってない時だから、もう車の中で、そうね、そうそう、駐車場止めて、そうでもやってた最初の頃、そうもうねえ、あれはちょっと次やってくれんか言うて、うん、でもあれほぼ毎日でしたよ、ね、毎日やトンボの家の近所の駐車場止めて、でもわざわざ来てくれて、そうです、そうです、行くから、そうそうそう、細かいことをやってな、作業をやって3時間4時間経って、はい、ごめんな今日も言うて、じゃあな言うて、でまた次の日もちょっと今日夜行って不安でしゃあなかった、もうねすごかったから、うん、そうね、そうそう、今はねだいぶあの、うん、やり方が決まってきたからね、うん、そうですね、そうそう、やり方は決まりましたけど、うん、なんか余裕があったりはしないじゃないですか、うん、ないね、ずっと、うん、と焦ってるな。そうなんすよ。そうね。ずっと焦ってるな。ほんまに。まあ、まあでもね、本当にまあ、まあ俺いいかな。うん、まあ、前回嫁さんの時も喋ったからあれなんだけど、うん、改めてね、本当に、焦らないことはもう今後ないと思うのよ、うん、毎日配信続けてる限り、ね、でもそれは僕は別に苦じゃなくて、うん、あのただただやりがいがあるってことだけで、うん、まあもちろん再生回数良かったり悪かったりはある、うん、そこでまあ僕もこんなんなんねんけど、うん、もう楽しくて仕方がないからそれ、うん、そしてまあ今後もねこうやってサブチャンネルでこのメンバーでできてることが僕は嬉しくて、うん、もっともっとこのトンボ安武土橋くんっていうのが知名度が上がっていったら、僕のチーム開催作もプラスになるかなと、はい、嫁さんもそう思う言うてはね、そう本当に嬉しいです、うん、そうですよね、うん、だからこれからもね半年終わりましたけど、また
目標もありますから、はい、いろんな目標もありますから、とりあえず目先の目標でいうと100万人登録を向けて頑張るんですけども、はい、まあ、これもじゃあ初めて言いますが、うん、実はね、うん、実は、うん、もう一人スタッフいるんですよ、うん、中野実はあれまだまだまだ実はチーム会サックで出してないんです。実は中野くんっていうのが安武よりも早く初代の初代のメンバーなんです。そうだね。ただもうむちゃくちゃ声小さい。これが信じられないボリュームですよね。信じられないぐらい声が小さくて、もう確実に動画向きじゃないかということで、なかなかお披露目はできてない、はい、今後も僕はやっぱり中野くんにいつかはね、うん、このチームカジサックとして出ていただきたい、うん、ということなんで、はい、ちょっと今日初お披露目からしたいなと思いますね、はい、自己紹介だけ、はい、中野くん実はいてるんですよ、うん、はい、今日中野くんここ真ん中に初めてですよ、初めて。前に失礼します。自己紹介じゃあお願いします。どうも、チームカジサックの中野です。笑ってる。笑ってる。初登場で。はい。緊張します。え、いや、まさかの出来事だったんで。緊張します、すみません。中野くんはですね、普段本当にいろいろ、なんて言うんでしょう、お手伝いしてくれたりとか、うん、連絡をね、いろいろしてくれたりとか、うん、本当に、まあ、小さな仕事から大きな仕事まで関わってやってくれてるんですけども、うん、まあ、ちょっと僕は、うん、中野くんに今実は1個発注してて、うん、異常に声が小さいって言ったでしょ、うん、反面、異常にヒゲ濃いんですよ。異常に濃いんですね。これだいぶ剃った状態でこれなんですけど、ちょっと取材したんですよ。中野くんって本気出したらどれぐらいなんだろう。ヒゲ、おヒゲのところ。おヒゲがね。どっから生えてくるんやったっけ。ここからしたい。そんな鼻隠れるみたいな。嘘だよ。ちょっとだから、はい、まあ分かんないです、どうなるか分かんないですけど、はい、今僕は中野さんに発注してるのは、はい、ちょっと伸ばしてくれんかと。なるほど、うん、そこで伸ばした時に、うん、まあ、どんな状態になるか分かんないですけども、ちょっとこれはいいキャラクターだぞってなったら今後メインでも出てくると思ってますんで。なるほど、楽しみですね。はい、分かりました。ちょっと伸ばします伸ばします、うん、じゃあ最後の挨拶、最後というか、まあ、中野くんの挨拶、はい、これからも解説よろしくお願いします。ありがとうございます。どっかでね、僕中野よかったよかった、どっかで、ね、うん、お披露目したいなと思ってたんで、はい、ちょっとなんだから長なってごめんなさい、申し訳ない。そうだ、僕そうだ、これ何、まあ、今言うタイミングじゃないかもしれないですけど、はい、僕ね、昔の携帯をね、うん、あ、昔のじゃない、あ、昔のこの携帯のこのフォルダをバーって見てて、写真の、はい、昔じゃない、はい、今の携帯さ今の携帯のフォル画像フォルダーの昔の方をちょっと見てて、はい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 、そしたらね、はい、もう覚えてないと思うんですけど、はい、一番最初にカジサックがこの名前にこう筆入れをする動画僕回してたんですよ。すごい、名前に筆入れるってこと、これなんかこれに、あ、これのもう本当に1枚目、すごい。ほんでこれほんまにカジサックでええんかなみたいな、まだこの半信半疑、半信半疑の動画が残って、まあ3分ぐらいの動画なんですけど、どっかのタイミングで、タイミングで、はい、サブチャンネルで、はい、うん、3分ぐらいのものなんですけど、それいいね、もうね、ちょっとああと思って、うん、撮っててよかったと思って、めちゃめちゃいいですね。そう、めちゃめちゃいい、そうでしょ、うん、それをじゃあその動画を3分をちょっと入り口作ろうよ、はい、そのコードをこうで説明して、うん、はいはいはい、でその3分の動画を、ま、うん、流して、うん、で締めのトーク撮るみたいな、うんうん、でこの役を中野くんがやってる、うん、なんでだよー、なんでだよ、大事なんでだよ、ポポポなんか1000人みたいなまあ、いろいろとね考えていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ最後嫁さんちょっとこっち来て、じゃあせっかくもう顔をね
視聴者の皆さん、視聴者の皆さんの嫁作見たいという人も多いから、はい、そうですね。どうぞ座ってください、本当に。今日はちょっとカメラマンやってくれてありがとうございます。ありがとうございます。上手にできなくて、いやいや、ちょっとごめんなさいね、悪い癖で僕喋りすぎて、またね、うんうん、多分またコメント欄は軽荒れすると思うんですよ。嫁作にみたいなこと。いやいやいや、そんなことないです。はい、じゃあみんなでどうしますか、嫁作、なんか言いたいことありますか。言いたいこと、うん、いや、チーム解作に向けて、チーム解作、本当に皆さんお手伝いいただいてどうもありがとうございます、うん、視聴者の皆さんもね、本当に、はい、いつも見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからもね、はい、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。